はい、では再開します。とりあえず新機能、携帯の新機能についてちょっと確認やね。ヨシュアに聞きたいんやけど、教えろや。で、この携帯で何を探すんだ。ふふふ、さあ何だろうね、見つけたら分かるんじゃない。こいつ、え、使い方とかの説明はなし。スキャンしても何も出ない。いや、やっぱあれでしょ。だから、いや絶対あれやろ、あのキツネでしょ。ほら、おった。これのことじゃない。これ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 、ちょっとヨシュアさん、ノーマルで戦もう一回戦ってみる。何回でも戦えるっぽいか。これじゃないの。携帯何の反応もない。ノーマルやったらさすがにレベル1でも倒せると思うけどね。すごい、あの縦横無尽に動かれるんで結構めんどくさい。どこ行った。上、化けとんのか。化けとんのよね。キツネやから化けられるんや。はいよ、行くよ。なかなかあの戦闘がしんどい。逃げまくられるからこうストレスがたまる戦闘ですね。どこどこどこ、そう、逃げるな逃げるな。ちょっとヨシュアはオートに任せて下に集中するか。オートの方が今はまだヨシュア強いでしょ。よいしょ、おーだだ。てかずっとオートの方が強いかもな。かわしてくれてるかもしれないですもんね。見てないけど、後で動画で確認してみよう。オートの戦いぷりはどうなのかっていうのをね。よいしょ、怖っ、めっちゃ怖い。何これ、どこにおる、本体どこにおるんだ。うわ、上ネック出てるやん。おい、どうなってんのこれ。何これ、回復されてる。すげえ回復された今。もうしんどいわこいつ。よしはもうちょっと頑張ってくれないと。え、うわ、え、何これ、必殺させられた。失望したよネク君。かっけー、わかった、そういうことか。尻尾がだんだん増えていってるんですけど、マックスなったらあれいかれんねやん。メガフレア打たれてるやん。あかん、上も操縦します。やっぱ上も自分で操縦しないとこれダメージ的に足りない。これこそ高エネルギーでしょうが。高級持ってる時に、ネック高級持ってる時になるべくダメージを入れる。どこや、どこだ、急ぐんだ。よいしょ、ヨッシュアを見てるとネックの操作が難しい。そしてネックを見てるとヨッシュアの操作が難しい。どこどこ、そう、どこだ。よいしょ、どこ、飛び上がって。あー、目が痛い、集中しすぎて目が痛いっす。どこだ、あおー、どこ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 や。おらん、おた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 、この野郎
さっきはめっちゃ回復されてしまったからあれで時間食いましたよね。高級の倍率がすげえ上がってきてる。高級ラリーが続いてて危ない。ここで吸収されないようにヨシダに頑張ってもらう。ネックに変身してる。よっしゃ、いやもうだいぶ尻尾来てるよ。多分キュービーになったらあれやってくるから、もうちょいや、もうちょいもうちょい頑張れ、もうちょいもうちょいもうちょい頑張れー。え、すげえ回復されてない？マジかこいつ。え、めっちゃ追い込んでたように見えたんすけど、え、すげえ回復された最後。ぐるぐるってなって、いやもうもちろんもう一回リトライです。いやノーマルで倒さないと、せめてノーマルで倒さないと。なんぼレベル1やっつったって、どこや、どこ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 、もういいよ、まだこれからさ、よしよしよし、まだこれからさ、もういいよ、どこ、それ邪魔だよ、これずるいわ、これずるいわ。あれ回復するモードやもん、吸収モードやもん、まだこれからさ、それおしまい、全然削れてねえな。え、めっちゃ速くない？これ無理やって。いや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 、無理ですって無理ですって。あ、耐えた。一撃死じゃないのか。よっしゃ、いける。一撃死じゃないんや。おっ、死んじゃ大丈夫や。あれやられそうになったら全開になればいいんや。オッケー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 。いや一撃死、もうタイムオーバーやとばっかり思ってたんで。倍率上げていこう、倍率上げていこう。高級ラリー、高級ラリー行こう。よし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 、回復使って、やばい、溜め始めたらもう回復、もう一回飲む。最後缶ジュースを。グライ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 、うふぅ、待てー、これ追いかける。これ結構でも練習なるわ。危ない、お前が危ないんだろ。ネック君が危ないんじゃないんだよ、お前が危ないんだわ。もうちょい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 、待てー、おら、もうちょい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 、追い込んでる追い込んでる。いや尻尾も増えてるわ。オッケー、倒した。よし、うわー苦しかった、すえー、下手くそなりになんとか倒しました。まあレベル高め出たら余裕やけど、テレポアラート1ゲット、よし進化した、バッジも。はあ、どぎついぜ。これのことじゃないの？何にも言わへんやん。違うんやろな、テレポアラートって何？バッジですよね、これか。テレポアラート、ネックをドラッグしてダッシュさせると、その間ネックの姿が消え敵の攻撃を回避できる。はあ、回避系スキルか。いやここ開けたいな、もう使いたいんですけど、4つで手一杯。すごい使いたい気持ちは山々なんやけどね。また何回も挑戦できるんでしょうね、あれ多分だと思いますよ、きっと。何回も挑戦して次ハードで倒せる日が来るのかな。いや倒せるよ、
レベル戻したらハードでもやれると思うで。いったろかな。ダメージの問題なんですよ、要は。あのメガフレアを耐えれるだけの体力があれば大丈夫なんやから、一回やってみるか。レベルマックスで、レベル18で、もう一回おるかな。おるおるおる、何回でもやれる。やったる。言い抜くなよ。言えろ、まだこれからさ。邪魔だな。そこもういいよ。あれ、これハードにしたっけ。俺ハードにしたっけ。いや、ハードにしてないな。ハードにするのを忘れてました。ダメージが通ってるもん、明らかに。怒られた。これシンクロ率が下がったりしてるのかもしれないですね、怒られてると。ハード、よし、やったら。いけるでしょ、いけると思うけどな。まあ波動砲は2回ぐらいは食らうと思うんですけど、食らいながらってことで。どこや。キノコ、キノコになっとる、キノコになっとる。はーい、よいしょ。ライドン、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 ライドン。うわ、どど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 、どこだ。てめえ、これや。よいしょ。高級をくれ、高級をくれ、俺に。あ、もう来る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 。ちょっと回復しとこう。なんだこの野郎。来るよ、来るよ。どれぐらい食らうかですね、ハードで。いやー、完全バハムト。ヒャオー、メガフレア即回復します。どれぐらい食らってるかな。危ない。瀕死、瀕死は瀕死になる。やっぱ基本瀕死にはなるな。はい、どこだ。おー、わわわわわわわ、待て待て、これちょっと待って、ネック動いて、動いていこう、ネック動いていこう。あー、回復される。ダメよ。ヨッシュアの攻撃力弱いな。来まーす、波動砲が来まーす。いや、厳しい、厳しいわ。ハードでいけると言った私を恥じる。結構食らうんですよ、ギリギリになるんで体力。これすぐ回復フォローしますけど、厳しいな。減ってないもん、向こうのダメージが、体力が。どこにおんねん。おらららら、倒した、よっしゃ。ん、あれ、倒せますよね。ああ、そうそう、びっくりした。やったやった、とりあえずやった。余裕ではなかったけど倒した。ちょ、バッジは出ましたけど、レートが低いので、あっけなかったね。テレポアラート、テレポアラートなんですね。よし、ちょ、ノイズレポートを見ようぜ。こいつは何、キュービの狐ですよ、キュービの狐。これか、プログレフォックスですわ、プログレフォックス。うわ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 、テレパラートはノーマルで 10%、 これはきついよ。プログレフォックスさん HP5000、 アタック100、
もう比べ物になるんですよ、ここら辺のやつと。こいつで520やから HP5000 ですよ。ちょっと待て、で、レートを下げますと何パーぐらいになるんやろね。仮にまあレベル1で倒せたとしたら 90% でもう落としてくれる。ハードてか、その上のアルティメットがあるから、いや楽しみにしとこう。何回でも挑戦できるんでしょうしね。よし、覚えとけよ、これら。どっちにしろ体力よりもまあ火力がいるな。一回も打たせずって感じですかね。バイキングっていうか何をするっていう話よね。見つけたぞ。どうした、誰だ。あー、ビートや。なんか乗ってる、可愛いの乗ってる。覚悟しやがれ、ヘッドホン。今すぐここでぶっ潰してやる。お前無事だったのか。おお、見ての通りピンピンしてるぜ。お前その羽、へっ、似合うだろ。死神の印だ、死神。お前本当に死神に。あれ、ネック君死神とも友達なのかい。意外と交友関係広いんだね。こんなやつ友達でもなんでもねえ。俺はおめえらを消しに来たんだ。直接手を下すのは禁止されてるはず。お前本気か。足りめえだ、行くぜ。マジかよ、マジか。ハードやぞ。うわうわ、ネック君よろしく。よろしくじゃねえ、ま、戦うの。うわ、めっちゃ強い。いや無理や、これ無理や。何すんだよって、こっちのセリフ、こっちのセリフすぎた。手応えないぜ。うわ、かっこいいなこいつ。手応えないぜ言われてもた。イージーでリトライ、イージーでリトライ。いやもうハードにしてしまってるから無理や。カードされてる。こいつ声かっこいいですね。ほんまにこういうジャイアン的な声というか、ちょっとダミ声の。お前はよっしゃ、イージーでも十分強いです。さすが死神です。まあ、レベル1やしね、こっちイージーでもレベルは1なんで。オッケーオッケー、よし。イージーとやっぱハードの差はダメージがどんだけ通るかって感じかな。ハードのやっぱ3倍ぐらい通りますんで。ワイルドボア1ゲット。ギュンギュンオクトパスをゲット。空間をプッシュすることでその位置に敵を引き寄せるブラックホールを作り出す。一部の敵は引き寄せられない。1枚をゲット。カツアゲやん、もうほとんど。強いけ、なんだよ、おめえのサイキック激弱だぜ。手応えなくてがっかりだ。つまんねえ、今日はここまでにしといてやる。ふん、命拾いしたな。おい待て、怖っ。まったく飛んだ不良死神だね。死神から攻撃してくるなんてルール違反も甚だしいよ。あいつはもう俺の敵なのか。そうだろうね、彼本気で僕らを消そうとしてたよ。あいつどうして死神に、まあ、一回消されたんですけどね。厳密に言うとネック君は人望も薄いね。今後は少し警戒が必要かな。クワバラクワバラ、さあ先を急ごう。人望薄い、それ言わんといてくれよ。人望は薄いにゃ、飽きまへんねや。いろいろ言うてしもたからあいつにも。どこに急いでんのよ。だから急ぐ意味がわからない。お、あ、なにこれ、喋っとる。たくたまんないよな、なんで俺たちが。あいつら死神、黒と赤が喋っとる。ゲームマスターってこんなの作ってどういうつもりなんだろうな。さあな、あの人の考えてることはわからんさ。とにかく見つからないうちに片付けないとな。片付けんねや。あ、撤去してるのがバレたら俺たちただじゃ済まないだろうな。でも小西さんの命令は無視できないよな。小西さんの命令なんや、片付けろっていう。板挟みの現場は辛いよな。オブジェの撤去をしてるみたいだね。あの大きさは大変そうだね。そっとしておいてやろう。ん？探知機はここに反応してる。
関係ないみたいだね。ここに反応してる？なんかあるのか？え？関係ないの？ありそうやけどね。思いっきり。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いいですよね。いいですよね。あ、ヨシュアが装備するとっていうのある。やっぱこれこの辺ちょっとヨシュア好き系なんやね。多分。いいですよね。はい。はい。ネク。これはネクか。ヨシュアが装備すると。わあ、でも1個だけやな。パートナーが装備すると、あ、これいけるよ。ライダースジャケット、あ、これ買えますよ。これ攻撃力5アップ、必要勇気38、わ、強いな、強い。これでも38もうないけど、一応買いました。よっしゃ、一応買った。すげえ強いっすもん。ギャル系ファッション、四季の防御力アップとかはいらんしな。ヨッシュアー、またどうぞ。ヨッシュアーの、ヨッシュアーが好きな服ってどんなんなんやろ。やっぱ高級品かね。あ、あ、癒されウサギキュアドリンク、使用回数3回、回復力5、進化するタイプ、来た来た、やった。これは嬉しい。これはヒーリング、ワニリラックス、バッジをタッチするタイプ、あ、さっきの一緒似てる。でも進化するタイプ、はい、この辺ヨシュアに着させたらもうそれこそ変態なしな。はい、ドキドキジャケット、 HP 減少と行動不能にならなくなる。まだあんまりやられてない気がするけどな、その、ありがとうございます。 HP 減少とかやられてない気がしますけど、実際は結構来るのかね。ちょっと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 、これでもうノーブランド品から卒業やで。これやね、癒されウサギ、これでレベルアップしていけばちょっと回復量とか上がってくるんでしょう、おそらく。これがワイルドボア、装備しているワイルドボアバッジの攻撃力をアップする。はあ、なるほど。はい、スペイン坂、ハンバーガー買います。いらっしゃいませ。これはプレミアムチリドッグは攻撃力2アップ買うか。攻撃力アップ系が多いのか。スペシャルドッグちょっと買っとくか。クリムゾンチリペッパーはレアメタルと5円。なるほど。だからそんなにレアアイテムでもないってこと。ありがとうございました。だって5円を取ってくるのがめんどくさいってことね。要は、あ、待て、お、びっくり出てる。このオブジェ、あのゲームマスターのか。こんなオブジェ作れるのは彼しかいないだろうね。ん、ここになんか書いてあるぞ。地球がリンゴを落とすなら俺は月を落としてやるぜ。ちょっと何言ってるかわからない。地球の重力に勝ってるって言いたいんじゃないのかな。そうなのか。反応してるよ。関係ないみたいだね。基本的にこのオブジェに反応してる。集中しろ。何もない。本店は香港。ドラッグ中の本店で買い物しよう。ドラゴンクチュールでしたっけ。37ってどこに住んでるんだろう。おじいちゃまのお店まで案内してくれた人をもう一度会いたい。なんか変なやつはいないか、情報はない。おお、いたいたいた。うわあ、もろもろもろこいつら死神。ちょっと先お店開いてるからお店行こう。何ここ、マーブルスラッシュの、マーブルスラッシュの店か。ヘッドホンの兄ちゃんだ。こいつは昨日の、いや昨日いろいろ教えてくれてありがとう。え、やれんのかな。あれ、シュート君、このお兄さんたちと知り合いなの。おう、兄ちゃんたちにマブスラを教えたんだ。シュート君の説明でよく分かってもらえたね。来た、評判悪い。やっぱり君は確か昨日の初戦でネック君と戦ってたよね。横山は初戦敗退だもんな。昨日は調子が悪かったんだ。もし大会が今日だったら絶対負けないよ。バッジのカスタマイズもしっかりやったし、準備万端だよ。じゃあ兄ちゃんたちとリベンジ戦だ。ふふふ、僕が企画設計したバッジの力見せてあげるよ。またこれや。戦うの？ネク君大人気だね。せっかくだから戦ってあげなよ。しょうがねえな。しょうがねえな。
やったー、それじゃあ行くよ。スラッシュイン、待て、ちょっと待って、すごい、え、ちょっと待って、ちょっと待てよ、こういうやり方があるやん。突っ込んできたところを、なんかあいつのバチ出こないっすか。あ、危ない、あーもう、ちょ、もうこのミスあかんて、このミスはダメ。ミニ四駆みたい。よっしゃー、 You win。 ついつい焦るのよね。僕のバッジが、僕が企画したバッジが負けるなんて、あんなにカスタマイズしたのに、やっぱりズルしてたのか。横やん、カスタマイズに頼ってちゃ最強にはなれないぜ、シュート君。完全に僕の負けだ。お兄さんにこのバッジをあげるよ。僕また一から頑張るよ。ああ、マーブルカスタム来た。公式大会で使えへんバッジ。突然ですがマブスラ解説の時間です。今日も楽しくマブスラについて勉強しましょう。来た。ルールについて、まあ、大体わかりましたよね。うん、落とす、フィールド外に落とす。で、制限時間内にバッジを全て落とすか、タイムアップし相手より BP が多ければ、はんはんはん、スラッシュした方向に進む。何回も連続でスラッシュすれば加速していく。バッジの中心をスラッシュしたら直進する。バッジの側面をスラッシュしたらスラッシュした側の逆方向へカーブする。へー、え、スラッシュ状態でタッチペンを画面から離さないでおくとパワーを貯めることができる。矢印が光り始めてからタッチペンを離すとチャージスラッシュ、超加速でバッジが動く。気絶は一定時間気絶、バッジを連打することで気絶を短縮できる。あー、なるほど、必殺技これやね。十字キーで、スティンガーボディ、防御型、これ大体分かりましたよね。大体分かりました。うん、必殺技の応用について、スティンガーボディ、スレッジハンマー、ダイブボム、これらの技にはそれぞれ強弱関係がある。スティンガーボディを出されたらスレッジハンマーで気絶させろ。スレッジハンマーを出されたらダイブボムで応戦だ。ダイブボムを出されたらスティンガーボディでガードだと。なるほどなるほど。エマージェンシーハンド以外の必殺技はチャージスラッシュなどの高速移動中にも出すことができる。あー、トゲが出ている状態でギュンって固まるってことか。ダイブボムはフィールド外に落ちたので緊急回避技として使用することもできると。さっきそれやりましたね、バッジについて。バッジの個体差、必殺技の活動回数、曲がりやすさ、重さ、気絶の長さ。同じ必殺技でもバッジによってその特性は様々。発動時間や射程範囲、効果速度が違う。必殺技の個数が多いバッジが必ずしも強いバッジじゃないと。なるほどね。あ、マブ S で調べられんねや。 OK、 ちょっと見てみる。バッジのマブスラ用のバッジっていうのをここにセットしないといけないってことや。マブ S っていう項目で見れるっつってた。どれや、マブ S はどれなんだ。これか、あ、これか。重さ、カーブとかようわからんこと書いてた。これや、重さ、カーブ、すごいカーブするなこれ。気絶、気絶4、気絶耐性ってことなのか、気絶多いほど気絶しやすいってことなのか、どっちかよくわからないですね。少ないほど気絶しやすいのか。これ極端にこれカーブするな、レッドスカルは。レッドスカル入れてみるか。マーブルカスタム1万円とかも強いんじゃん。1万円大人の1万円。あとは気絶あんまりしにくいやつ欲しいなとか思うんですけど、分からんな、こんなん分かんないっす、見てても。うわ、ボムすごいや、これボム、 D ボムの数がなんかほとんど D ボムの状態になれる、常に。できれば E ハンド多いのがいいなと思うんですよ。 E ハンドが多いと、まあ、やっぱ復活やりやすいから、 E ハンド多いのそもそもあんまり多くない。あ、まあ、バランスいいです、こんなんね。3つずつやれるし、これでいいか。もう一回マブスラの店行ってみていい？ちょっと
もう一回やろうぜ。シュート君たちと遊んでいくのかい。遊んでいく。ちょっともうちょっと強いやつ来いや。でもお前弱いね。いらんねん。お前危ない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 。カーブとかも試したいから。いやちょっと待って、もうちょっと待って、いろいろためこういうことか。カンナシカン。よし、待って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 、危ない。よし、やった。なあ、ミニ四駆みたいなやつ。よし、ミニ四駆ゲット。危ない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 。終わってみたら大逆転と。なんかもらえるのかな。なんかもらえるのかな。カスタマイズに頼ってちゃ最強にはなれない。まだもらえねや。基本あれをもらえるのかな。500円をゲット。子供にバッジ勝負で買って金を巻き上げるという新しいスタイル。あーまた俺の勝ちだな。もう一回よ。マブスラやってんのかな。勝ち逃げは許さないわ。なんだ死神仲間、俺か。マブスラやってんじゃん。これマーブルスラッシュ、なかなか奥が深いゲームだね。ほら行くわよ。レディー来た。やっとるやっとる。マブスラかよ。ずいぶん暇そうだね。ああんたまたゲームに参加してんの。変わってるわね。本来ならここで消してあげるんだけど、今回のゲームは手出しができないのよ。手出しができない、どういうことだ。ゲームマスター様のご命令さ。参加者には手出し禁止ってね。それはそもそもルールじゃないの。どういうことだ。そんなのこっちで聞きたいわよ。って電話。はい、ヤシロです。もしもし、キです。もしもし、キです。何無言電話。はぁ、たくどこの誰よ。マジでキモいんだけど。ってわけで手出しできないあんたたちに用はないわ。じゃあね、バイバイ。マブスラやろうぜ。死神が手を出してこない。あのオブジェ死神、何がしたいんだ。さあね、彼のことだから自分一人でゲームをしたいんじゃない。めちゃくちゃだな。探知機の反応が弱くなった。違う場所に行こうか。はい、よし。はい、ということで、ここで終わりにしたいと思います。次回はここから、はい、見ていただいてありがとうございました。